はい、今回は 岸田首相の和歌山の件で一般人男性がとても注目されている内容について考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。こちらの件ですね、何回かお伝えしてるんですが、もう僕はもうリスナー様にお伝えさせていただいたように、まあ、見ているところが全然違うんで、でまあ、皆さんもこちらをちょっと見られたかなっていうことなんで、今回は全くちょっと違った角度から、この岸田首相の件、岸田の件を考えていこうと思います。 今ですねこの岸田の件で何が注目されているのかっていうところが、これ、かなり関心深いんですよ。で、そこには何か違う思惑があるとも考えられる、そういった内容を今回、考えていきます。もちろん本当かどうかっていうのは <laughs> 分かりませんが、この岸田の件がですね自作自演、あるいはあの選挙前のえ、まあ、そういった、ね、シナリオである以上、まあ、何があ,あ,あってもおかしくないっていう、まあ、そういった話なんですよ。 でなんでこういうことを思うのかっていうとやたらですねニュースの記事とか、えー、あるいはそのまあ一般人か一般人を装ってるのか分かりませんがネットでいろんなことがあまあ書かれてるんでまあどれどれっていう感じでまあ考えていこうと思うんですが。 まずこの岸田の件というのは、和歌山でですね白円筒を投げられたということなんで、白円筒では別にどうこうなることがない、つまり選挙前に、まあそのね、国民の注目を集めるシナリオである、あるいはですね岸田、あるいは自,自民党の自作自演である可能性というのが非常に高いと思われます。 そして、えー、この件が起こった直後には、この話が出てこなかったんですが、少し時間を置いてですね、えーまあ、いろんなところでこの話が話題に出たんですよ。でどちらかというと、まあ、これに関して皆さんどう思われるかなと思うんですが、何を注目されてるのかっていうと、この岸田の件でですね、えーまあ、犯人役、まあ、犯人か犯人役か知りませんけど、それを捕まえた一般人男性に注目が集まってるんですよ。 うん、この一般人男性ねすご、動きが素早いじゃないかとかね、何者なんだとかっていう話が注目されてるんですよ。例えば、ニュースでこういうようなことが出てるんですね。この岸田の狙った犯人を、まあ、抑えたあ男性ね、一般人男性は、SP よりも機敏なあ動きを見せたでいた一般人だったっていうね。 赤いシャツの男とかね、うん、であの一般人は何か武道とかをしてるんじゃないかとかね、うん、でまああの一般人は表彰をもんだなとかって言われるんですがまあ何かっていうとですね、えー、まあ、この <laughs> 岸田に、えー、ね、えー、この白煙筒を投げた男に気づいて、えー、この一般人男性がすぐさま寄っていって破壊締めにして取,取り押さえたっていうことで。 まあ、赤いシャツを着てた人っていうことかな。うん、赤いシャツの人っていうことで、その人が SP 顔負けの機敏な動きをしていたっていうことなんですけど、僕は普通に思うんですけど、いやいや、この人も、あのね、えー、一役買ってる、えー、同じ、えー、やらせの人なんじゃないかと思いますけどね。で、これっていうのは、いろいろ考えることがあるんですよ、真面目に。まあ、まあ、今までもちょっと真面目に話してるつもりなんですが、<laughs> もしもこの一般人男性の方がこの目まぐるしい活躍をしているっていうことであれば問題が出てきます。あの岸田の周りにいる SP は何をしているっていう話なわけですよ。AB の時もそうでしたけど後ろがら空きで SP 何もしてないっていうわけじゃないですか。 で、えー、気づいたら SP よりも早く、えー、この犯人に、えーまあ、迫っていって、まあ、ヘッドロックしたのかなで抑えてるっていうことで,で僕はこの赤いシャツの男っていう一般人男性もこちらもあのシナリオの一、まあ、人なんじゃないかと思うんですよ皆さんもこれ考えたことあるかもしれないんですが真面目な話なんですけどこういうね 人があーこう混乱する状態の中でこんな冷静な判断っていうのは普通できないんでこれあの心理学でこういうこと分かってるんですよ。本当にね、えー、何かに書かれてありましたけど本当にあの足があのガクガクしても何もできないとかそうなるのが普通なんですよ。僕らはもう別に、ね、この剣を外側から見てるんであれですがその最中にいた時っていうのは。 動揺したりすするんですがその中において、えー、この、まあ、犯人に迫っていって、ヘッドロックを決めてね、えー、抑える、うんまあ、要するに、なんていうのかな、その機敏な動きをできないはずなのに、えー、してるっていうことなんで、おかしいなと僕は思うんですよ。 本当にね、えー、まあそうしてくれた人であればいいんでしょうけれど、この件そのものに、あの、シナリオ、違和感を感じるので、えー、当然その違和感のある、えー、ものを、まあそのした人も、まあ、何かあ関係している人なんじゃないかと思います。で、この人ね、えー、なんかよくネットで言われてるんですけど、漁師なの漁師、魚とかね。 その漁師なんじゃないかって言われてるんですが本当に漁師かどうかわからないしね何かしらそ,のそれこそ武道をやってる、ね、こういったものの、まあ、あなんでシナリオの一員かもしれないんでね。 で、また、例えばこういうふうにも考えられるんですよ。こういった一般人がですね、取り押さえたんだっていうことで、わあ、この一般人はすごいんだっていうことでね、まあ、SP は何してるんだとかっていう、あの、世論を盛り立ててですね、えー、この自作自演の件を、あったかも本当に起こったかのように誘導していくっていう、そのパターンもあるんですよ。で、僕結構この件を考えたんですけど、い,いろいろ、あの、難しいなとは思ったんですが、 うんこの何か SP に対してですね、新しい法律家なんかを今回のこの岸田の件とか、まあ、あとあね、えー、少し前の AB の件もあるじゃないですか、AB の件も、要するに背後がガラ空きで、えーね、SP は何もしていなかった、まあ、SP も、まあねえー、そのグルだった可能性があるんで、うん、だって本来はその、まあ、内閣総理大臣を守らないといけないものが、ですね後ろガラ空きになってるとか、今回の岸田の件もそうですけど、ねえー、その一般人に、えー、ね、 えー、なんていうの、犯人を抑えられてるってもうどうしようもないわけですよで調べてみた,たら一つ分かったことがあるんですねこれっていうのは国民もこういったことを言ってるんですが この AB の時かなその時に、あの、用、用人用語の運用規則、用語要則っていうのがあるらしいんですが、1994年に制定されている用人用語の運用規則っていうものを廃止して、えー、新たな仕組みを作ったらしいんですよね、うん。しかし今回そのことが全く機能してないわけじゃないですか。だから実際この件っていうのは僕以外の人も思っていて、あの、用人ね、今回っ言ったら岸田ですよ。 要人擁護の体制見直しはどうなったのかって、だって、ね、完全にその一般人が抑えてるってことで、で、まあ、この件があ、まあ、シナリオとかに沿ってると思うんで、まあ、僕はそこまでは思いませんけど、もしも本当に、えー、岸田をね、狙ったものの、そういったことであった場合、SP が完全に手出しができなかったりした場合は、本当に、 国民とかそこに、えー、被害がが及ぶ可能性っていうのがあるわけですよだから、この SP は何をしてると、なぜ機能しないのかっていうようなことが、えー、大きく今回の件でこれ取り沙汰されてる一つの内容なんですよ。だから別にもう、岸田がどうこうとか、ねえー、犯人がどうこうとか、選挙がどうこうとかっていうこともあるんですが、それとは全く別のところで、えー、一つ国民の声として出てるわけですよ。 用人用語の体制を見直さないのかっていうことで、で、世論がそういう風になるとこういう風に考えられるんですね。用人用語の体制を見直さないのか。 っていう世論が出てきたらよしじゃあ用人用語の体制を見直そうと用人用語をするために新しい法律を作ろうか、えー、っていうふうに話を持っていく可能性っていうのがあるんですねだから例えば sp は何かしら、えー、ねえー、まあそういったものを持っていいとか、うん、そういった懸念する方向に話が進むんじゃないかとまあ、そういったことを僕は思いましたねうん、まあ岸田の件っていうのはシナリオのまあ選挙前の自作自演であると思いますが、えー、そのことを騒ぐ、えー、裏側でかな、うん それで別のねその SP に関する法案をまあ通そうとしているとか、もう何をあのこういった件というのは考えているか分かりませんからね、表側に出てきているこの岸田がどうのこうのとか、そんなような話は、多分全くの本当の目的ではないんですよ、全く別のものを裏側で考えていると、まあ、そのように思いました。なぜかというとうニュースがーこのややたらやけに この一般人を注目して、で実際にこの SP の動きもおかしいんじゃないかっていう声がいくつもいくつもあ,のあったんで、まあ、そんなことも考えられるんじゃないかっていう、まあまあ、僕の解釈ということで、まあ、リスナー様もこちらの件、ですね関心持ってる方いらっしゃると思いますし、まあ、あの自作自演とかシナリオだったんじゃないかって思ってる人もいらっしゃると思うんで、まあ、僕もそうだと思うんですよ、ただ、その先にまた何かがある可能性があるということで、まあ、僕に思うことということで、お話ししてみました、えー。リスナー様の何かしらね、えー 関心になっていただけるものがお伝えできれば何よりです。ということで今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。